メディアのインタビューの合間に腕組みする自民党総裁の石破首相イコール27日午後11時1分、東京、永田町の党本部、石破茂首相、自民党総裁は27日夜、衆院選投開票を受けて、テレビ各局の報道番組に相次いで出演し、自民単独の過半数割れが確実となった状況を、極めて厳しい状況だと認識していると受け止めた。苦戦の要因に、自民派閥裏金事件を挙げ、政治と金の問題について、私どもの説明が十分ではなく、全くご理解をいただけていないことが一番大きかったと分析した。自民、公明両党の与党過半数割れとなった場合の政権維持には意欲を表明。我々が掲げた政策の実現に向けて、最大限努力していかないといけないと述べた。公明の石井啓一代表も民放番組で仮に両党で過半数を取れなければ協力いただける政党への働きかけもあり得ると説明し一部野党に連携を呼びかける考えに触れた。連立政権の枠組み拡大に関してはどの政策であれば一緒にやれるかどうかが優先順位の一番上に来たるべきだと強調。2024年度補正予算案の編成過程で野党の主張を一部取り入れる可能性にも言及した。裏金事件をめぐり公明党に迷惑をかけたと陳謝した。裏金問題に関係した非公認候補が代表を務める党支部に公認候補の支部と同額の2000万円の活動費を支給した対応を問われ、意図して同じ金額になったわけではないと釈明した。衆院選候補者一覧へ、